ただいま8回催し場では九州物産大会を開催いたしております。鹿児島 vs 長崎の馬仮面バトルや博多阪急と九州新幹線の全線開業4周年を記念して、博多、熊本、鹿児島中央の各駅長さんがおすすめするご当地の味など九州各県約45店舗の故郷の美味が勢ぞろい。唐揚げ、鶏天、チキン南蛮、豚足など人気の肉料理からウニ、サバ、アワビ、クジラなど海の幸、スイーツも各地の自慢の味を多数揃えました。ここからは私村下がご紹介いたします。まずはこちら鹿児島五郎屋のおなじみラーメンです。それではいただきます。まずはスープから。あっさりしてるんですけど豚骨のコクがしっかり入ってる、こんなスープです。ゆでキャベツと大判のチャーシューが乗ってるんですけど、麺は中太麺で、ゆでキャベツが結構さらにあっさりとした風味になるので女性にも食べやすいと思います。続いてはこちらの長崎蘇州林のちゃんぽんをご紹介いたします。すごく香ばしいいい香りが漂ってきます。それではいただきます。スープは、具材の旨味がギュッと詰まってるようなもうまろやかな味わいで、麺と具との相性も抜群です。続いてはこちらの福岡大宝楽のたい焼きをご紹介いたします。それではいただきます。ここもアクアクです。なんか外がカリッとしていて中はもうトロッとしたあんがもうぎっしり詰まっててすごく美味しいです。最後はこちら奄美種類の黒糖焼酎をいただきたいと思います。この黒糖焼酎は、長寿の島徳之島でできた糖質ゼロの黒糖焼酎なんです。それではいただきます。なんかすごく飲みやすくてもうびっくりしました。ありがとうございます。この他にも九州各県から約45店舗が登場しております。ぜひ遊びに来てください。こちらの催しは17日火曜日まで、最終日は午後5時まででございます。皆様のご来場お待ちしております。